やっほー、アリナです。はい、ということで今日はハロウィーンでございます。いちかちゃんもハロウィーンでございます。ということで今回はハロウィーンを堪能していきたいと思います。それではレッツゴー。なんとここにパンプキング、トリックアトリート。おお、わしはハロウィンの王様パンプキング。今日は年に一度のビッグイベント、街にまたハロウィンの集まりに来てるカバーこの日をどれだけ楽しみにしていたことか。君、なかなか見込みがありそうガボね。特別にわしの島辺にしてやるガボ。嫌です。もしかするとビッグマスやカボね、もう一度やるカボよ。君特別にこのパンプキングしびれねーカボ絶対やあ、そっか、アメちゃんだ。アメちゃんね、アメ買ってくるの忘れた。かわいい、かわいい、めっちゃかわいい。あんたたち耳生えてるやんか元から。飴はですね、ハロウィン、10月になりますと、このここに飴というね欄がありますので、これを購入します。で、1日1回しか購入できないので、そこはご注意ください。コツコツね、毎日買うべきです。姫島さん、ちっちゃくなったのね。色的に姫島さんかな。あ、やっぱあげない。何？何？おお、え、色変わったんやけど。何？全く読んでない。うわー、え、かわいい。え、でもゾンビは嫌。はい、見て見て、かわいいかわいいね。はあ、なるほどね。この調子でやっていけばいいわけだよ。カボチャ立たしてあげる。パンプキングフェイス、話長なんだ、なんかもらったパンプキングフェイス。おお、めちゃくちゃいらん。私は角の方が好きです。なんか笑ってんだけど怖い。どこでしょ。なんだよなんだよ、脅かすぞ。一緒にやってくれるんね。ひゃー、あー、また寄ってきた。え、人気者になった気分。いやー、 お菓子くれるでしょ。え、ちょっとくれないの。いや、持ってんだけど。誰かいりますか。ありがとう品津川さん。これさ、家の中にいる人ってどうなるんだろうね。怖がってんのが。わあ、これが品津川さんか。さっきは違う人だ。品津川さん、トリックアトリート。さすがね、全く動じない。トリックアトリー、え、くれるんだ。やった、ありがとう品津川さん。大切に食べるね。また紅が増えて素敵だわ。男やんな。無一郎くん、やっぱり女の子ね、かっこいいわ。なんだなんだお前。やだ、あ、いました、隠れてるやつ。トリックアって、無一郎くん、かわいい。トリックアトリートかなお。アメちゃんちょうだい。ありがとう。やったぜ。まだいたんか。トリックアトリート。かしこで。何こいつ。煉獄さん。煉獄さん。相変わらず
ゲコゲコしてカエルみたい。ちっちゃくて素敵。あ、そういえば映画上映しましたね。皆さん見ましたか？燃えてんな。なんで急に話しかけられるんだ。ありがとう煉獄さん。どっちかっていうとウロコダッキーさんかな。ウロコダッキーやな。はい、結局ロリポップはもらえず、こんだけハロウィンの作、ハロウィンの作、ハロウィンの作、道しるべ関係ないですね、を手に入れました。わー、皆さんもハロウィン楽しんでくださいね。それじゃあバイバーイ。